実はうちの親父というのが14歳のところ家出しましてね、で機関士になりたいということで親戚頼って時計屋に下宿してたんですよ。はい、まあ本人が言うには色弱で取らなかったと、まあ、空手館というかもですから、時計屋で修行しましてある程度やれるようになったということで、これからは大陸だということでハルピンに行ったわけですね。はい、で森陽光というところの、ね、まあ、デパートみたいなところなんです。そこの時計売り場の主任みたいに なったもんですから、またふるさとの串間に戻りまして、でその頃はやはり時計宝石、まあ、まだ時計メインだったんですよ。その頃は小学校の頃は置き時計とか掛け時計の修理を覚えて、中学校は腕時計の修理を覚えて、修理を覚えれば後がつけるんだろうと思ってたんですね、子供ながらね。でまあ大学の頃帰っても下駄でしょ、ジーパンでしょ、私髪の毛この辺までありましたんで、ブルースバンドでしたから、でこんなして帰ってくるわけですから、でそれからですね、もううちの親父がすぐ帰ってこいというわけですよ。お前のために会社を作ったというわけですね。それは外商の会社でした。もともとね、性格が立ち上がったら赤面鏡で震え上がって言うことを忘れちゃったという男ですから、まああんまりですね、あっけに取られちゃって僕もあんまり考えないんでしょうね。 よしやってやろうとかそんな気持ちもなかったし、まあ言われてどうなるんかなと思いながらやったわけですから、そんなにファイトがあってやったわけじゃないですね。で2億6000万のですね、債務超過でしたんで、2億6000万のその当時、まあある意味では経営危機ということですね。これがね、やっぱりなんで俺の年にこんなことが起きるんやって、好景気が始まりまして、その輪をかけたのが非常事態宣言。もう今ではよくわからないんです、この非常事態宣言で非常に我々は苦しんで、集まったらいけないということですから、人が新燃岳の噴火がありまして、トリフレーザーって、俺は今から将来どうやったらいいんやろうと、本当に俺好きでこの仕事をやってるんだろうかって、もう外部環境がですね、何から何かまでその変化しているわけです。そういった中でどのようにアイデアを駆使してですね、切り抜けながら克服していくのか、我々は今からこういうことを学ばないといけませんね。でやっぱりリーマンショックのおかげですね、もう嫌顔でも見なさざるを得ないと、その嫌顔を見直さざるを得ないでやってきたことが非常に収益がですね出しやすい会社に切り替わったと、それこそピンチがチャンスだなというふうに。だからやはり試練をどう克服するかがやっぱり発展の基礎になってきますね。ここのお店で2階でサロンコンサートというになってまして、年間20回ですから2500人ですね、お店の中に入っていただいて無料でお客さんすると、やっぱりもう少しこう一つ一つが豊かに温かくつながっていくことによって、やっぱりこうコミュニティ豊かなね、町でこういう人情豊かな地域を名古屋を見ながら宮崎を訪れてくれると、やっぱりそういうことが大事かなとは思ってるわけです。宮崎が良くならないと自分たちも良くならないという、やっぱりふるさとに対する愛だと思いますね。外部環境のことをまず言いますとね、やはりグローバルな時代に入ってきたということによって、それが地方に及んでいろんな影響もやりつつ、町の中が非常に空洞化して郊外店舗ができたと、しかしあと10年ぐらいとまた町に戻ってくるだろうと、最終的に都市で、その時にやっぱりしっかりそれまで、支えておかないといけない、いろんなブランドを抱えていきながらでも、それぞれの担当するブランドを担当するものをどのように育てていくのかと、やっぱ各論でですね、専門的にで専門特化したお店がプロショップ日高であったり、時計でも舶来品特化したものと、じゃあ本店は何すればいいのというので、やっぱりパリのブランドというかエレガントなものを扱うお店と、そういうふうにコンセプトを変えてですね、今に至っているわけです。やっぱり日高本店が宮崎にあって、ああいいなと思ってくださるような会社なのかと、来てみてよかった、期待を裏切らないと、
それをどのように継続していくのかと、店の、まあ、この立花通りというのがあるんですけども、やはりお客さん大会社を迎えするように花で美しいお迎えしようというのでフラワーロードにしたと。地域に根ざして世界に通じるベクトル、お店をですねどのように上げていくのかと、まあ、この両方をですね、横と縦をですねどうつないで、こうパワーアップしながら、でそのことが地域の貢献できることだということでですね、大体の自分の、経営理念というか確立できたような感じするんですね。まあ、そういうふうにですね、後継ぎ悩んでるとかこういった店はとか、まあ、そういう M&A の時代がやってきますね。しっかりそれに対応できるような財務の力と、やっぱりいろんな仕組みをですねノウハウとして身につけておけば、まあ、待ってできるんですかというかもしれませんけど、非常に今から大きな試練がですねずっとやってきますんで、それに耐えきれるのか耐えきれないのか、じっとそこを見ながらですね、また会社を大きくすることは本当に素晴らしいことなのかどうなのかということを、やっぱり中身を良くしてですね、やっぱり50年100年ずっとも会社がですね存続することが、お客さんの価値をですね守ることだと。お客さんのためにもですね店は存在しないといけない。あそこの店でこれを50年前買ったのよって言った時、その店がなかったらどう思います？まあ、要するによって来てみてよかったと、がっかりさせないと。でその、まあ、そうするためには単に物を売るだけじゃなくて、空間そのものをどう素晴らしくね思えるような形で提供して、そういう縁をどう育っていくのかというか尽きるんですね。途切れないように、売りっぱなしやりっぱなしやめさせる、イノベーション、新しい満足をどう生み出すのか提案していくのか、でそこに同じものってもう絶対比較にならないこう雰囲気をね、どう日高としてのブランドとして追求していくか、提供していくのかと、私はそう思っております。